ムリエト島、ムリエト島、クロアチア語、マルジェット、ラテン語、メリタ、イタリア語、マレダは、クロアチアダルマチア地方の島。クロアチア領のアドリア海沿岸諸島の最も南端、かつ東端にある島である。ドゥブロブニクイコールネレトバ群に属する。2001年の調査によると、ムリエト島の人口は1,111人である。クロアチア人が、 人口の97.93%を占めている。ムリエと島はの南にあり、半島とはムリエと水道で隔てられている。島は最長23マイルで、幅は平均2マイルである。島は火山性で多くの割れ目や峡谷がある。割れ目の中で最長のものはバビノポリエ、バビノポルジーで島の南北にまたがっている。ポラチェ、ポラス。 イタリア語ではパラッツォ港が島北部の主要港で観光フェリーが発着する。ムリエト島には一軒のホテルがある。島北西のオディセイ、オディシチホテルである。島北西部には小島の浮かぶ内海がある。ここは1960年11月12日以降、国立公園となっている。古代ギリシャ人は島を蜂蜜を意味するメリタ、メリタと呼んだ。それが数世紀かけて、 進化をし、スラブ語の名前ムリエト・マルジェット・ミルイエットとなった。ムリエト島はギリシャ人によって発見されたと信じられてきた。なぜなら古代の記録にこの島のことが言及されていたからである。アナクサルバのアゲシラウスはキリキアの知事でローマ皇帝セプティミウス・セウエルスによってムリエト島へ流刑にされた。ムリエト島は およそ950年頃東ローマ皇帝、コンスタンティノス七世によって言及されている。彼は七世紀初頭から自身の支配する帝国にセルビア人が住むパガニア諸島の一つを含めたとしているのである。島はしばしばパガニアとザクルミアの間で領有が争われ、十二世紀にそれらを上回る強力なセルビア人統治の統合が成立した。ムリエト島は パウロがナンパした地だとしてメリタと呼ばれた。これは10世紀に東ローマ皇帝コンスタンティノス7世によって初めて詳しく説かれた。同時にマルタもパウロがナンパした地だと主張しており、港の名前が未だパウロの名をつけて呼ばれている。1151年、アプーリア、現在のイタリアプリア州のプルサノからやってきたベネディクト会が島の封建領主となった。 彼らはガルガーの山からやってきたという。彼らはサトミホーリスカの洞窟の岸に来た。そしてセルビアのボイスラブリエビチ系のデサコーが1187年から1198年にかけて大古の小島に教会とマリア修道院を建て剣道した。ローマ教皇インノケンテウス三世は1198年に島の教会の成果を記した教書を発行した。 1166年から1168年にかけ、ステファン・ネマニャ公の地下で、島は統合された、セルビア領の一部となった。1222年のセルビア王、ステファン2・二世が、彼の領地と修道院軍、コルチュラ等の教会を、ムリエト等のベネディクト会へ寄贈した。セルビア最新の会場要塞として整備された後、セルビア皇帝、ステファン・ウロシュ五世は、 島を1357年に、ゼタコーバルシャ一世へ送った。ベネディクト海が島の支配権を断念したのは1345年だった。島は、バビノポリエにおいて自治体となった。1410年、正式にラグーサ共和国に併合された。ベネディクト海との協定によって、自治体は、年300、通貨単位を支払わなければならなかった。16世紀。 修道院は、在無トシン徒の中心地、コングラグイシオ・マリティンスサムとなった。ラグーサ共和国内のベネディクト会修道像全員が集まっていた。ン徒の最初の統領は、マブロ・ベトラ・ノビチ、マブロ・ベットリ・ノービッチで、ムリエト等の修道院に属する修道像であり、有名な詩人であった。その他にも偉大な詩人、修道像がこの島にいた。18世紀のイグニャトジュルジェビッチ、 である。字が移り、ムリエト等のベネディクト会修道院は重要性を失い、チントの中心地は、ドゥブロブニク近郊のスベティ、ヤコフ、スベティやカウフへ移った。1809年、ナポレオン・ボナパルトによる、統治時代、ムリエト修道院は解散させられた。オーストリア帝国が島を手に入れると、旧修道院の建物の中に、エイリン事務所が設置された。 二つの世界大戦の間には、旧修道院の建物は、ドゥブロブニク市教座の所有となった。1960年に建物はホテルになり、1998年に、再び市教座へ返還された。島は、環境破壊の長い歴史を持つ。かつて移動の不便さを軽減するため、修道僧らが湖から島の南岸に水路を掘ったのである。そのため、淡水湖だった湖に、 塩水が引き込まれ、内海となってしまったのである。第二の被害は、マングースの増加である。中世、蛇の数を減らす目的で島に持ち込まれた、島は明らかに完全に荒らされた。マングースが蛇駆除を行う間に、彼らは島に生息する野生の鳥類の生態を、犯した鳥の卵を捕食した。今日まで、島は、スズメのような生垣に住む鳥類が目立っている。 島の72%以上が森林である。島の地質構造は、石灰岩と泥マイトからなり、流木、山の尾根、斜面を形成する。無理江戸島にある、わずかな窪地は、海面より低く、泥コマタは、塩湖として知られている。雨季になると、泥湖は、全体が真水で満たされ、寒気には逆にやや塩辛くなる。島は、地中海性気候である。 1>, 1月の平均気温は摂取9度で、7月の平均気温は摂氏24度である。2001年の調査によると、無リエト島内の定住地とその人口は以下のようになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。